はい、今はですね7月中旬、はい、ものすごい猛暑日が続いております。はい、場所はどこかというと、また福井県の九頭竜川、お世話になります。よろしくお願いします。実際僕も今回ですね、初見の場所を案内してもらうような感じで、で初めてエントリーしたポイントをどうやって解読して、どうやってブルーブルールアーをアジャストさせて、河川リバーシーバスを攻略していくか、でその辺をねちょっとお見せしたいなと思ってます、ね、それではよろしくお願いします。はい、川と川が合流している部分にやってきました。まあ、全国ねこういう場所はどこにでもある場所ですね。こういうところ、まあ、ざっくりねこう地形の説明ですけど、今自分の後ろ、私の後ろ側から流れている、ちょっとこれは綺麗な流れが流れています。でこっちの川から泥混じりの、ちょっと濁ったね水が入ってきて、ここでぶつかる、こういう場所っていうのは当然先端地形も三角になってて、水の中もこういう三角形になってます。ここで川の流れで削れて削れて三角になる、こういう場所ですよね。でやっぱりこういう赤点でね書いてあるエッジっていう角ですよね。ここにシーバス待ち構えてるなり、追ってきてここで食う、まあ、そういうようなイメージですよねの場所です。じゃあそういった三角のブレイク部分ね、角の部分、そこを通すようなイメージ、まずはちょっと上の方から攻めてみますね。シャルダス20ね、この辺のブレードです。やってみましょう。よし、まずはね濁った方にねシャルダス入れてみましょう。濁った方の皮で、濁った方、まあ僕ねリトリーブスピードはね昼でも夜でも濁り意識してます。濁ってたらゆっくり、デイでもゆっくり巻くで、住んでれば夜でも比較的ちょっと早めに、そういうようなねイメージで僕はやってますよ。なので濁りに巻いたんで、ゆっくりデイでもゆっくりゆっくりシャルダスを巻いていく。そしてあ、この辺ブレイクですね、食うならその辺っていうイメージ。まあ、もちろんシーバスって待ち伏せ型基本多いんですけど、特にこういう川なんかですね、どっか待ち伏せてベイトを捕食してる、ね、楽して食ってるやつが多いんで、こういったブレイクに流れがぶつかってくるような場所のこういう下に待ってたりするんですよ。なんでやっぱり基本このやっぱブレイクっていうね角の部分ですよね。いきなり水深が深くなってるところから浅くなる場所、そこら辺でバイトがあるはずです。追ってきたやつにしても、追ってきたシーバスも基本、ね、小魚をこう追ってきた、こうやって追ってきます遠くから。でもこういうブレイクがあれば、地形がこういう風になってれば小魚も上に行かざるを得ませんよね。その瞬間ドンって食う場合がある。だからルアーもそういったイメージ、ブレイクの場所を把握する、まずこれが一番最初にしなきゃいけない作業で、そこに差し掛かった時にどうするか、ただひたすら巻き続けるのか、ひたすら巻き続けてボトムにぶつけてルアーの挙動が変わった瞬間食わせるのか、それとも意図的にそのブレイクに、特にこのシャルダスなんかはねこう早く巻くと浮き上がるんですよ。だからだいたい何巻きぐらいでこうゴンってぶつかる場所があるなと思ったら投げますね。じゃあ10巻きぐらいで今ゴンってぶつかる場所がある、多分そこがこういうブレイクなんだろうって思うんであれば、 1,2,3,4,5,6 ほら差し掛かります、8で、そしたらギューって上げる、そうするとそのブレイクに沿ってシャルダスがグワーッと上がりますよね。その瞬間バイトしてくる、そういうような使い方をしてあげるとシャルダスは効果的ですね。でイメージするんですよ、こうやって巻いてる
ランカーシーバスが追っかけてきてる。よし、ここがブレイクラインだら、ね、こうやって誘う。でこのやり方してるとよくあるのが、本当にこの巻いた二巻きぐらいでバーンとバイト出るときあるんですよ。ってことはもう距離的にですよ、もうこのぐらいでシーバス追っかけてきてるんですよ、ずっと。でこれが急に上がったもんだからドッグ、そんな感じでついてきてます。特にこのシャルダスは魚を寄せる力すごい強いんで、まあ、ビッグベイトはね、またビッグベイトの強さあるけど、この細かい波動、特にこういったね、まだベイトが小さい時期なんかでね、絶大な効果があります。だけど難しい。僕なんかね、フィッシングショーなんかでもよく言われるのが、シャルダス特にこれ釣れるよって人と、どうやったら釣れるのこれって人、極端に2つに分かれるルアーでね。でそういった方々にはね、さっき話したようなことをね、説明させてもらってるんですけど、とにかく魚寄せます。だけど食わせるタイミングがなかなか出ないね、挙動の変化が起きづらいので、魚もバイトするタイミングがないまま手前までついてきて、ああ山田だっつって逃げるわけですわ。なのでまあそういった沖のブレイクあたりで食わせを仕掛けていく、そういうやり方してもらえると、本当大好きなルアーになると思います。そうやってイメージする、それが正解かどうかそれは別にどうでもいいんです。自分の中でこのシーバスが追ってきてる、あここで食う、そういうイメージしながら釣りする、これがすごく大事です。釣りが上達するなんていうのかな、一つのコツになりますね。それが一番の。今ねちょっと比較的中層を攻めてみました。はい、じゃあ今度はねバイブレーション行ってみましょう。バイブレーションでも樹脂バイブレーションの方のナレージですね。ナレージ6号をちょっとやってみましょうか。そんなに今投げた感じ根がかるような場所じゃないみたいなんで、やっぱり普段から流れが効いてる場所なのかなね。そんなにボトムは危険じゃないのでナレージ行ってみましょうか。はい、あれね、そう俺思ったのよ。山本くんなんかさ、こうやってやるじゃん、ナレージ。俺もなんかないかなと思って、ね、どういうのがいいですか。ナレージとか、これどう、これナレージね、こういう感じでちょっと個性出していかないとな。よし行こうか。まあこれね、さっきのシャルダスとまた波動が違うんで、また違うアピールになると思います。まあ、で比較的ボトムの方を引いていきましょうかね。でまあバイブレーション、鉄板でも樹脂でも、まあ、こうただ投げて巻く、これはねみんな一緒なわけですよ。でナレージの面白いところは何で今いいかな、ナレージの面白いところはまあ何ていうのかな、このリップがついてますよね。ねこのリップがついてるバイブレーションなんで、あのアクションがねスローでも安定して出せるっていうことなんですよ。だから普通の鉄板だと横たわってずるずる引いてね倒れてしまうような、スピードでもゆっくりなスピードでも巻いてこれる。じゃあねちょっと風も強くなって状況少しさっきと変わってきたんで、もう一回シャルダス20、使ってくれるかなこれ。ざるを得ないよね。
ん？お？なんだ？シーバスのバイトじゃなかったぞ、でも今のシーバスだすごいなんかさ、シーバスのバイトじゃなかったんだけどあ、やっぱスローか、スローな釣りだったね。これいけるな。あ、いや完全に居ついてるやつだね今の食い方は。よし、とりあえず一本、山田にしては奇跡的に早期キャッチですね。いつもロケ寸前まで魚出ない山田で有名なんですけど、いや完全にねやっぱ居つきな感じですよね。ずっとこの辺にいていろんなルアーを見てきたやつ、バイトもねなんかシバスらしくないソフトなものでしたね。いやでもいたんだやっぱりね。そう、食わせきれてなかっただけなんですよ。こうやってねやっぱ初めてポイントに入って地形想像して流れを想像してシバスの着く場所を想定してそれに合わせたルアーセレクトいろいろしていく。であとねタイミングもあるし、ね、こればっかりやり続けること。一度使ったルアーもね、まあ、カラー変えてみたりとかね、スピード変えてみたりとかね、そんでやっとキャッチできる一匹、これがシーバスゲームですよ。よし、ありがとう、デシーバスね。いやー、物流デシーバス。おお元気だ。よしよしよし、じゃあまた会いましょうね。ありがとう、行きます。はい、話せや話せやってやつだねよかった、楽しかったね。まあまあまだね序盤なんでね。ねナイトゲームに突入しました。はい、実際ねこうカメラでポイント移すことはできないんですけども、今から入るポイントこんな感じ。これが中洲ですね。でこれも中洲です、ちっちゃい中洲で、本流の流れがこう入ってます。でこっちから支流の流れが来てます。このね大きい島みたいなところなんですよ。これをまあ迂回してこう入ってくる流れがここでぶつかる、そういったポイントですね。でここつぶつぶのところがこう水中に沈んでるサンドバーみたいなところですね、浅くなってる場所なんで、まず一つここの流れが合流するこの真ん中らへん、こういうところ魚つきやすいですね。でまあキャスト位置はこの辺からやります。でもう一つこの狭いところからちょっと広くなるところ、やっぱここもサンドバーになってるわけですよね、さっきみたいにね。このサンドバーの裏側ってことですよね。こういったところも流れがちょっと緩やかになっている場所で、ベイトも溜まりやすく、シーバスも居やすい場所。なんで、ここら辺のエッジですとかね、この辺のエッジなんかをちょっと重点的に攻めてみようかなと思います。この場所は意外ともう浅いので、アイザー1000ですね、おそらく。行ってみましょう。本当にわからん、暗くて。まあ、とりあえずこの辺どこまで飛んでるのかわからない。なくていいっすよ。うわっ、よし、食ってる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 うわ、押しが強い。この流れをなんとかせんといかんですよ。だけど、かかりどころ悪いとこの流れだと握り起こすぜ。とりあえず太い流れは変わったのかな。今度はこっちのヤブの方に込もうとしてる。こっちから寄って詰めていくよ、ね、
一応射程には入った。こっちもライトつけるよ。まずは川九頭竜へようこそ。いやそりゃそうだよな、君だったらそんな引きだよな。ナイスな技でしたね。さっきも言ったみたいにね、やっぱフィッシュイーターはシバスだけじゃない。こういったゲストがね、 Thank you。 素晴らしいゲストでしたね。今のところメインになってますけどね、やっぱ狙ってる魚がなかなか出てきてくれない。それでもまあ俺も釣り、これも一つの答えですね。間違ってはいない、間違ってはいないってことですよ。こういう経験をどんどん積み重ねていく、もうそれしかないですよ、上達するには、ね、あ、要は何が出るかはあなた次第。はい、おはようございます。2日目、九頭竜2日目やってまいりました。朝まずめですね。はい、じゃあまた昨日のね、まあポイントをもう一回入り直す感じを織り交ぜつつ、2日目頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。キャッチできるかね、さすがちょっとね、今日ね日曜日ってこともあってアングラさんもね結構多いです。朝からね皆さんやっぱり暑いですね。九頭竜川負けずに頑張りましょう。よし、まあじゃあ最初は手前からちょっと行ってみましょうか。昨日とね潮位がやっぱり違うんですよ。かなり下げましたね。何センチかっていうのはちょっと分かんないですけど、明らかに水が減りました。いい感じじゃないですか。ね、やっぱこういう場所にはアユが結構固まってますね。ちょっとこっちの方、こうやってアップクロスで入れる釣り、特にこんだけ流速が速い場所ですと、今度リトリーブしてしまうとルアーが横向いてしまうんですよね。だからあまり巻かないっていうのが大事みたいですね。ウェイトだけしっかり戻してあげたら、あと流れになるべくラインを乗せてルアーの頭を下流に向ける状態。を作ってあげる。これ逆に巻いてしまうとテンション張って横向いちゃうんですよ、ルアーがね。そうするとちょっと違和感って感じで。まあ明らかに U 字ターンで狙うならまあそれは別なんですけど、今ねアップクロスでただ流してきて、上から上流から落ちてきた小魚に見てとした釣りなんで、なるべくルアーの頭を下流に向けるような体勢なので、ラインメンディングしっかりしてあげて、手前のねこの反転流とかにラインが触れないようにしてあげるっていうのが一つ大事なんじゃないかなと思いますね。ね、この表面っていうかね、流れのぶつかってる木は今一生懸命流してるんですけど、難しいですよね。これただ流すって言ってもやっぱラインをこうコントロールしてしっかりと思った場所まで流してあげるっていう状態、かなり難しいですよ。だからしっかりラインを見てルアーが今どこにいるのかっていうのをちゃんと把握して流してあげる。流してあげないと実は思ってるところと全然違うところにルアーがあったりなんていうのもね結構あるんですよ。こういう反転流とかね、水が止まってるエリアが手前にある場合、最後一頭だけちょっとやって、ちょっと速いやつガーッと走り込んでくるやつ、えい食わないね
はい、じゃあちょっと下流下っていきましょう。欄干しましょう。はい、じゃあ次のポイントね、また沖の島っていうかね、大きい背の巣の三角巣になってる部分ちょっと見つけましたんで、ここも行っていきたいと思います。奥にね、やっぱ流れがある、手前には太い流れがある、でここは地形がやっぱりこう浅くなってるはずですよね。で流れもこの太い本流の他にも細いのがやっぱ走ってたりしてますね。でそこら辺の間で反転流みたいなのも出てます、うん、でもちろんこの際も反転流出てますよね。だからこの辺に市バスはついててこう待ってんじゃないかなっていう感じですよね。はい、行ってみましょう。よし、はい、またまたもう先発といったらこればっかりになってますけど、いいんです、それでいいんです。はい、ザー 125F。 クロスに入れて、そうか、背が出ちゃったってことか。よし、食った食ったぞ。ただ何も反応がないんだけど。よし、誰だ今度は。本流から外れてくれ。なんかペチャペチャしてる。シーバスや、シーバスや、危ない。しかもよいしょ、あらたまらねえ。これだからこの遊びはね、やめられない。クズ流ありがとう。ねえ、いや苦労したな。今回も苦労しました。さすがロケ。まあでもね、最終的にね、やっぱそういう突き場を想定して、でそれに対するルアーセレクト、そしてアプローチ、ね、ルアーを通し方するとやっぱ答えは返ってくるんで、まあ全部が全部じゃないです。今日僕が言ったのが全部じゃないんですけど、まあ一つのね、参考程度にね、やっぱ皆様覚えておいていただけると、こうやってこうやってね、最高の一匹との出会いが待ってます。ね、じゃあ最後にね、まあ分かってる人は分かってるんですけども、まあ初心者の方に向けてね、リリースの方法一つねお話ししたいと思います。まずね、これから夏場になると本当に蘇生っていうのは難しくなってくるんです。
でまずは厚いアスファルトの上とかね、夜でもねアスファルトの上に直置きしたりするとやけどしたりします。であと濡れてない手でバツバツ触ってるとこれでもやっぱりやけどしますね。なんでそこら辺は注意してもらうことと、あとそうですね、写真やっぱ釣った魚なんでね、写真撮りたいですよね。で寸法も測りたいと、その時もなるべく手早くね、で、まあ、1枚取ったらまあちゃんとこうやって1回水に戻してあげて呼吸整えさせてあげるっていうことですよね。こう口ねこうやって持ってあげると元気になってくるとパクって噛みつきます。であとこの胸びれ広げ始めます。ほらこれは噛んだの分かります？噛んできました。はい、パイセンって言ってるんです。これは離さないでじゃなくて、そしたら大体ですね、ピラピラ始めましたよね。そしたらもう大丈夫な感じ、ね、あとはもうゆっくり伸ばしたいってことですね。はい、じゃあありがとうクジルシーボス。ほら帰った。ここまでが釣りですね。そういうことですよ。楽しんでください。はい、皆さんお疲れ様でした、どうでしたか河川のシバス攻略。まあ今日お話ししたことが全てではないですし、僕の知らないメソッドだっていっぱいあるわけです、ね、シーズンによってもやっぱ変わる時もあります。でも大まかにね、まあ基本的な基本中の基本のことをね今回お話しさせてもらいながら実調させていただきました。はい、クズリュウというねこのフィールドで、やってきましたけども、いかがだったでしょうか、ね、でこの動画を参考にね、まあ、ご自分の皆さんもご自分のフィールドでねこう真似してもらったり、ちょっとでも思い出してもらいながらねブルブルルアーでやっていただけるときっと素敵な出会いがあるんじゃないかなと思っております。はい、じゃあそれじゃあ今回ありがとうございました。また会いましょう。